クラゾメ内のオリーブ油工房クラゾメ内はイオニア同盟の一員だったイオニアの古代ギリシア都市。現在のトルコ、イズミル近郊のウルラにあたる。銀貨を鋳造した初期の都市の一つである。クラゾメ内の位置、クラゾメ内はアナトリア半島の西海岸、現在のウルラにあたり、イズミル湾の南岸、イズミルの西方20マイルほどのところに位置していた。 元々はアナトリア本土にあったが、紀元前5世紀のヨニアの反乱の頃、アケメネスはから逃れるために海岸にほど近い島に移転した。その後、アレクサンドロス3世が本土とつなぐ道を建設させた。都市には港があり、海に面した平野と南の低い丘に、人々が居住していたが、市街地は徐々に移動していった。市街地の北にあったカランチナという島も、 歴史上のある時点からクゾ染め内の一部となっている。クゾ染め内の出身はアポローンである。神話によれば、アポローンは白鳥に惹かれたチャリオットに乗って、毎年冬になるとヒペルボレーオスから南方へと渡ったという。クゾ染め内は白鳥の平い地で、クラゾは野鳥が鳴くという意味の動詞と見られている。白鳥はアポローンの使いであり、 クラゾメ内の名称との語呂合わせと見られる。イオニア人が剣としたとされているが、初期の入植者は主にプレーウスやクレオ内からの人々だった。もともとはエリュトライのあった半島と本土とを結ぶ地境に一致していた。しかし、ペルシア人の侵入に驚いた住民らは湾内の小さな島に移住し、そこに新たな都市を作った。この島には、 アレクサンドロス3世が橋を作って本土と繋いだ。橋脚の一部が今も残っている。紀元前5世紀頃アテナイの支配下になったこともあるが、ペロポネソス戦争の中頃に反乱が起きている。しかし長くは続かず、再びアテナイの支配下となり、スパルタ人の攻撃を跳ねつけた。紀元前387年、クラゾメ内を含む小アジアの諸都市は、 ペルシアの支配下に入ったが、独自の貨幣を発行し続けていた。ローマ帝国時代には、アジア属州の一部となったが、租税を免除されていた。クラゾメナイの名は、哲学者、アナクサゴラスの生誕地として有名である。クラゾメナイ山の石棺クラゾメナイのかつての港付近には、リマンテープという青銅器時代の重要な遺跡がある。 特に様々な古代の墓が見つかっており、古代の埋葬の風習を知るための重要な証拠となっている。この墓地は、社会の中の様々な集団が使っていたと見られている。蔵染内は、オリーブ油と装飾を施したサルコファガスの生産で知られていた。特にサルコファガスは、紀元前6世紀のヨニア美術を今に伝える貴重な遺物となっている。また、 様々なガルムの生産でも知られていた。クラゾメ内からは、紀元前6世紀後半のオリーブ油製造所の遺構が見つかっており、ギリシア本土で見つかった最古の遺構よりも2世紀ほど古い。2004年から2005年にかけて、イズミルの英ゲ大学、トルコのオリーブ油輸出業者、ドイツの建築用天然材業者が共同で復元を実施した。アリストテレスによれば、 倉染内は金融業の先駆けとして経済史に登場している。倉染内はオリーブ油という交易品を都市全体で組織的に生産し小麦と交換していた。紀元前350年頃穀物が不作で購入資金が足りなくなり、倉染内の支配者らは市民に対して貯蔵している。 オリーブ油を利息付きで都市に対応することを求める議決を行った。こうしてオリーブ油を担保として穀物が確保されたという。ありがとうございます。